アリスリンは台湾の芸能人でミスコンテスト優勝者である。台北市出身で姉が二人いる。六歳の時、家族と共にカナダブリティシュコロンビア州に移った。ケリスデールエレメンタリースクール及びポイントグレーセカンダリースクール卒業後、新宿区東京外語専門学校へ留学して日本語能力、試験 N2 の認定証をも手に入った。およそ2013年。 ブリティッシュコロンビア大学、政治学科に進学したが、2017年から演じることに情熱を傾け、ドラマコースのある学部へ移籍。その間、ライフキャスティングや、グラフィックデザインや美術ギャラリー製社員や、広告モデルなど多岐にわたり活動。2018年12月、2018ミスチャイニーズ、バンクーバーで優勝を勝ち取っただけではなく、ミスフォートジェニック賞も、六福集団。 ルミナスビューティーアワードも受賞。2019年3月、バンクーバー代表として、香港のテレビ局、無線電子主催のミスコンテスト、2019ミス、国際中華決勝戦に参加、落選されてしまった。また、ウェブメディアに、芸能界デビューを目指せるように、ちゃんと、関東語を勉強していると語った。ありがとうございます。